低身長だから速いサーブが打てないとか、速いサーブは当てるけど入らないって悩んだことありませんか？実は僕も身長168センチで体型もガリガリなので、速いサーブを打つのは無理だってずっと思っていました。特に試合で焦って力任せに打つと、ボールがどんどんフォルトしてしまうことが多かったんです。でも体格に関係なく、体の使い方次第で速さと安定を両立できると気づいたとき、僕のサーブは劇的に変わりました。ある時このトレーニングを取り入れてみたら、安定して速いサーブを打てるようになったんです。今回はその方法を超簡単なステップで解説していきます。今までにない速いサーブを、しかも安定して打てるようになる方法を4週間のトレーニングメニューにまとめたので、ぜひ最後までご覧ください。もっと詳しく知りたい方は、概要欄にあるダイブ配信をご覧ください。では、少し背景をお話しすると、僕は最初、サーブで力を発揮できないのは身長や体型のせいだと思っていました。でも、試行錯誤する中で、正しい体の使い方を身につければ、誰でもパワーと安定性を両立できると分かったんです。この4週間のトレーニングメニューは、その発見から生まれたものです。誰でも実践できる内容ですので、ぜひ試してみてください。それでは、早速、1週目から見ていきましょう。1周目、スローイン。まずは、スイングの基本から始めます。1周目の目標は、スイングの方法を正確に覚えることです。実はサーブのパワーは6割くらい下半身から来ています。だから、この段階ではラケットを使わず、スローインで体の動きを確認しながら練習します。僕も、初めてこの練習をした時、こんなにシンプルでいいの？って半信半疑でした。でもこれが大事なんです。スイングの方向が安定すれば、ラケット面もブレにくくなるんです。まずはラケットを使わずにボールを投げる感覚をつかんでください。その後にラケットを使います。さっきのスローインのような感じでボールを下に叩きつけます。この時に体が伸びきったままボールを打ちましょう。体も一緒に下に沈んでしまうと、サーブの動きとは気が動きになってしまうので、注意しましょう。2周目、スローイン、パス、体のひねり。2周目では、スローインに体のひねりを加えます。ここで本当に重要なのが、サーブは下半身と体のひねりを連動させることでエネルギーを作り出しているということです。僕も以前は手だけでサーブを打とうとしていたんですが、それだと力が伝わりにくいし、安定もしません。このステップで体全体を使った力の伝え方を体に覚えさせていきましょう。3周目、ショルダーオーバーショルダー。ここからが一気にサーブの威力を上げるポイントです。3周目では肩を大きく使ってスイングを大きくしていきます。ショルダーオーバーショルダーというのは、簡単に言うと左肩を固定したまま右肩がそれを追い越していく動きです。これ実は僕が初めて意識した時、すごくサーブの感覚が変わりました。肩を大きく使うことで、サーブに必要な力を無駄なく伝えることができるんです。初めてうまくいった時は、自分のサーブがまるでプロみたいに感じました。左肩を固定しつつ、右肩を追い越す感覚をしっかり掴んでください。4周目、下半身の連動、パス、体のひねり、パス、ショルダーオーバーショルダー、パス、上にスイング。最終週です。ここでは今まで練習してきた全ての動きを組み合わせて上に向かってスイングしていきます。サーブは基本的に上に力を伝えるものです。これがうまくいけば、速いサーブでもミスが減り、コートに入る確率が格段に上がります。僕もこのステップを実践して、初めてサーブが安定してスピードも出せるようになりました。最後は全てを組み合わせて、しっかり上に向かってボールを打ち出す練習をしましょう。いかがだったでしょうか。今回のトレーニングメニューを4週間しっかりこなせば、速いサーブを安定して打てるようになるはずです。僕もこれで大きく変わったので、ぜひ試してみてください。もっと詳しく知りたい方は、概要欄にあるダイブ配信をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。